いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。皆さん、いつも動画見てくれてありがとうございます。このね、YouTube を始めてから、皆さんね、こう、僕の鑑定のお客さんとかね、神社に、こう、私も行くようになったよとか、言って、こう、もらえたり、こう、動画を通して、何かこう、僕とは実際会ったことはないけれども、いつも動画楽しみにしてるよとか、ね、すごく勉強になった、ソラさんの動画すごくわかりやすいとか、そうやってね、これまでの、人間関係もすごくより深くなったし、新しい人間関係っていうのも広がったし、本当ね、感謝の気持ちで、こう、いっぱいなんね。で、この、僕は感謝っていうのは、感謝でお返しするっていうのが、僕はもう当然なんだっていう、僕の考え方があるね。んで、なんとかこの皆さんに対しての感謝の気持ちを形として、お返ししたいなって、そうやってずっと考えてたんね。んで、そのことを、こう、神様に、相談したんね。なら、神社に来てくれるんやったら、力貸してあげるわって。で、その内容っていうのが、その神社の動画を撮ってくれたら、そこに神様がエネルギーを入れてあげると。んで、動画を通して、こう、参拝しているのと、こう、同じ効果が、こう、得られるように、してあげるって、こう、言ってくれたんね。だから、まあ、神社行ってきたんね。で、呼んでくれた神社が、くもち八幡神社っていう神社があるんやけれども、その境内の中に、お稲荷さんもいてるんね。で、そのお稲荷さんが、神社においでって、うっとこの神社においでって言って、ほんで、そこの、その動画撮ってくれたら、参拝してるのと同じ効果が、得られるように、してあげるって、こう言ってくれたから、で、動画をこう撮りに行ったんね。で、今日はよろしくお願いしますっていうことで、神様とこう話してて、ほんで、僕スマホで、動画撮影してるんやけれども、三脚立てて、んで、スタートボタン、動画、こう撮り始めたら、神様がね、こう、手当てで、動画にエネルギーをこう入れてくれたんね。ほんで、この動画を、こう、通して参拝してくれたら、願い事、叶えてあげるって、そうやって言ってくれたんね。で、僕と神様がこう協力し合って、そういう動画を作ることに成功したんね。ほんで、この後、その動画を1分間流すんで、ぜひ皆さんね、僕の、感謝の気持ちなんで、動画が流れたら、ぜひ参拝してください。願い事言ってください。叶えてくれるって神様が言ってたんで、ね。ほんで、お稲荷さんっていうのは、何でも聞いてくれる万能の神様やから、皆さんが、胸にある、願い事、何でもいいから、この願い事限定だよっていうのはないね。恋愛しか聞いてくれへんとか、仕事しか聞いてくれないとか、そうやって限定じゃなくて、お稲荷さんは何でも聞いてくれるから、動画が流れ始めたら願い事ぜひ言ってください。んで、動画が始まったら、まずやってほしいのは、名前。フルネームね。名前と住所を言ってほしいね。ほんで、名前と住所を言った後に自分の願い事を、言ってほしいね。んなら、その願い事っていうのは、ちゃんと、お稲荷さんが受け取って、天界に持って行ってくれるね。で、お稲荷さんのすごいところは、何でも願い事聞いてくれる万能の神様やし、願い事を人間から預かるでしょ？それ、神様の中で最速で、天界に持っていくんね。これ、ダントツでお稲荷さんが、早いんやんか？他の神様ってちょっと時間かかるんやんか？でも、お稲荷さんってもう速攻で、天界にその願い事を持って帰って、願いを叶える準備をしていってくれるんね。
だからそんなすごい神様が一緒に動画作ってくれたんでね、ぜひ皆さんこの後動画流すんで願い事言ってくださいね。それではどうぞ。はい、いかがでした？皆さん、願い事できました？どんな皆さん願い事したんかな？ね。お稲荷さんは、願い事叶えてあげるよって、本当に、こう、言ってたんでね。神様ってね、神様のことを信じてくれたら、願いって叶えてあげるよって、神様のことを大好きって思ってくれるんやったら、願い事、叶えてあげるよって。神様ってね、そういう風に言ってるから、ね。神様を信じて、神様をこう大好きな気持ちで、ね。これからも皆さん、願い事を、神様に、こう、言い続けてください。んで、この動画、ずっとね、参拝できるから、何か悩み事があったり、そんな時にね、解決したいなって、そんな時とか、何か新たな目標が見つかったとか、ね、そういうことがあったらね、ぜひこの動画何回も戻ってきて、願い事を、言ってください。この動画には、エネルギー、神様のエネルギーが入ってるから、もう一回だけとかそんなんじゃないで、もう何回来てくれても、願い事って、叶うように、そういう風にこの動画作ってるから、ぜひね、何回も何回も、訪れて、願い事を言ってください。もう本当何でも、これはもうお稲荷さんやから、何でも聞いてくれるからね。ぜひね、何回も戻ってきて、お願い事してください。ほんで、このね、お話を、他のね、こう、神様に、僕、したんね。お稲荷さんが、こんなことをしてくれたんやんか、めっちゃ嬉しいって。ほんならね、他の神様をね、うっところの神社にもおいでって、同じことやってあげるわっていう神様がちらほらいてるんね。だから、これからね、こういう動画も撮っていくんで、ね。ぜひ、そんなんも皆さん、楽しみにしておいてください。で、僕もすごく、皆さんにね、感謝をお返しできるって思ったら、すごく、ワクワクしてるんで、僕も、新しい何かこう、ワクワクが一つ増えたからね、みんなのお役に立てるって思えたらね、すごく嬉しいんでね、そういう動画も、撮っていくから、楽しみにしておいてください。ね。ぜひ、ね、いろんな願い事を、叶えていきましょう。ね。今回は、以上になります。今回の動画がすごく良かったよ。ね。そうやって、思ってくれる方がいてるんやったらね、ぜひチャンネル登録してください。ね。これからもこういう、ためになる動画、ワクワクする動画いっぱい撮っていくんでね、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。